おはようございます。白熊チャンネル、白熊です。はい、今日もいつものガソリンスタンドです。すごいいい天気。これから弘前へ向かいます。はい、ちょっと画角狭いですけど、しょうがないです。今日は広角レンズじゃありません。最近ですね、いろいろ考えることがありまして、動画編集とか、ね、やるんですけど、なんかなかなかね、こう気力が湧かないっていうか、なんでしょうね、オープンにはするし、あちこち行くんですけど、こう動画を撮らなくなったし、編集もしなくなったというのがね、ちょっとしたことですね。最近自分の悩み、いや、なんかね、編集したいなとは思うことはあるんですけど、実際編集しようかってなるとなかなかできないんですよ、不思議なことに。なかなか自分の中でね、ツイッターとか、フェイスブックとかでたまにね、それからあと YouTube のコメント欄にね、コメントとかくださる方がいて、すごく嬉しいですよ。で、編集は書くし、その時にまたね、動画撮ろうと思うんですけど、なかなかね、続かないっす。ということで、これから弘前行きます。One, two, three, keep it going, last forever. All blacked out, then flying with you. I don't care that my mind's gone insane and my heart will burst into flames. No, I don't care about the heartache and pain, just don't let the memories fade.本日のカフェ着きました。ねえ、久しぶり。まあこれでも来たかな、来たんですけどね、動画上げてないか。今日久々には動画撮って上げてるんで、上げようと思ってるんで、気持ち本当にここ来るの本当楽しみなんですよね。うん、いい感じですよ。この雰囲気というか、なんて言うんでしょうね、本当にいい感じですよね。いや、毎回来ちゃいます。うん、よいしょ。お、自動になったんですよね。おはようございます。久しぶりっていうか、ね、ここ、うん、そういいでしょ、この雰囲気。誰もいないですけど、ここ天井が特徴的なんですよね。すごい天井が特徴的で、うん、まあ、古いね、建物を、文化財をそのまま使ってるので。どうも、よいしょ。いや、やっぱり素敵なお店です。これからお仕事行きます。うん、
気持ちいいですよ。もう見てください、岩木山の向こうに手前にコペン最高でしょ。はい、これから職場へ向かいます。ですね、今話したいこといくつかあったのかの一つに、やっぱフロントガラスがありますね。まあ、これは後日またね、違う動画で詳しくはこうお話ししようとは思うんですけど、まあ割れたんですよで交換したんですよ交換がね、意外とね、まず一つに時間かかったんですね。割れてから多分3週間ぐらいかかって、割れてから1ヶ月以上かかってるかな、1ヶ月くらいかかってるかな。やっぱり割れがどんどんひどくなってきて、でようやく交換できたという状態ですね。まあそれはもう発注してあってもなかなか来なかったっていうのがあって、来なかった理由がまず純正品ではなかったというのが一番大きい理由ですね。今回ガラスはね、 D スポーツさんってフロントガラスも売ってるんですよ。私もびっくりしましたけどね。いやもういろんなもの売ってるなって、もうコペンのあらゆるもの売ってるなって思いましたね。ネットで見たときね、いろいろ見たときに、まず YouTube 見て、まあこれあるって知ったんですね。値段高いですよ。ノーマルと比べて工賃も込みで、5万以上違いましたね今回は。まあその話はね、おいおい、まあ詳しくするとして、もう交換したということだけね、ツイッターとかではね上げてたんですけど、一応交換終わりまして、まあおしゃれですよ、本当におしゃれです。で性能もいいらしいんですよね。まあ何がいいかっていうのはちょっと分かりづらいですけど、性能もいいということだったので、そこはねおいおい、まだまだ交換したばっかりでね、まあ交換したっても結構1ヶ月くらい使ってるのかなばっかりなので、まあそれをちょっとこう見ながらまたね、アップできたらなとは思います。いやーでも本当にね、今日いい天気ですよ。見ての通りめっちゃ気持ちいいですよ。こんな日だとね、もうめっちゃ薄着ですよ。本当に今薄着で、飛行帽ももうかぶってませんし、本当薄着、気持ちいいです。これからね、やっぱオープン一番いい季節、やっぱり春と秋が一番いいですよ。まあ、冬もいいですけど、一番辛いのは夏ですからね。まあ、夏もオープンで走りますけど、やっぱり辛いですよ。ということでね、またね、他にね、ちょっとね、今日はもう一個コペンやることもあるんですよ。また後で話しますね。いやー今はね、田舎建ての何だったっけ、競馬場じゃねえや、競馬のチケットの販売所、 JRA かな、 JRA の隣の駐車場行ってきたんですけど、いやー気持ちいいです。毎回あそこ、ちょっと電車通るところもね、撮らせてもらって、無人駅なんですけどね、電車ちゃんと止まるんですよね、あそこすごく気持ちいいですよ。青森はね、本当にね、オープンで走りやすいところが多いですよ、普段の道で。だから日々がね、こうオープン、冬もそうですけど、オープン日和っていうね、よっぽどこうきつくない限り、雨とかきつくない限りは全然オープン日和かなって思ってます。どこを走ってもね気持ちいいですよ。街中走っても気持ちいいし、こうね、地域走っても気持ちいいし、いいですよ。で、まあ今もう一回話すのは、今度はですね、タイヤの話ですね。タイヤ、夏タイヤに今日変えるんですよ。今日は4月の1日です。はい、新規ですね。新年度。今ね、
車を置いてきてタイヤ交換をしてもらうんですけど、まあ恒例の難関ですね、 NS2R です。これね、ちょっとね Facebook でね、質問されたんでねちょっとお答えしたんですけど、シビアなタイヤです。取り付けがです。実はこれ能力を発揮するのに、私もねもう何シーズンも履いてるんでだいたい分かってきてるんですけど、まず組み込み組み替えがね、特殊です。特殊って言っちゃあれですけど、よっぽどねこうしっかりやってくれるところでないと、ちょっとね振動が起きやすいんですよ。私もね何回かこう何シーズンかやってて、で振動が大きい年があったんで、もう一回今度組み替えをねし直してもらったんですよ。で組み替えをしてもらうのに、大手のタイヤ屋さん、もうめっちゃ大手の日本の国内メーカーの大手のタイヤの販売店さんに、うちの私が行ってるディーラーさんがお願いしてくれて、はい、もちろんですよ、台湾製のタイヤなんかね普通取り付けてなんか絶対くれませんからね、お願いしてくれてそれで組んだんです。そしたらね、いやー今までの振動は何だったんだっていうくらい振動はなくなりましたね。はい、自動車高速道、東北自動車高自動車道路です。東北自動車道です。うまく言えない。いやー気持ちいい。高速道路をねオープンで走るって最高ですよね、やっぱりね。ね、もう一つの話として、今日はね、カメラがねワンオペなんですよ。完全に1台のカメラで撮ってます。まあ音声別撮りでちょっと撮ってるんでワンオペとは言い切れないんですけど、でねこれもねちょっと質問があっていたんですけど、GoPro Hero 9、まあ GoPro 全般的になんですけど、マイクをつけた時に例えば、マイクの 質やそれから、マイクの性能によりけり、機能によりけりなんですけども、基本的に私の使ってるラベリアマイク、タスカムの DR なんとか、ね、これはモノラルマイクなので、基本的には片側にしか録音されません、 GoPro の方には。 GoPro は基本ステレオ録音なんですよ。なのでモノラルマイクを使った場合は片側にしか録音されないんですよ。で私は、環境音とかというよりも私の喋りを録音したいので、モノラルマイクを使うんですね。で、右側か左側どっちかしか録音されないんで、それを編集時に左右で聞こえるように直すんです。そういう手間がかかるのがこのマイクなんですよ。マイクでステレオマイクを使った場合は全然大丈夫です。ステレオマイクを使ったら左右取れるんですけど、ステレオマイクだと周囲の音を拾いすぎる嫌いがやっぱりちょっと強くて、こうやって走ってる時に私の声を拾うっていうことはすごい難しいんですね。なので、私はこの、ラベリアマイクを使うようにしてます。なかなかねこの辺ねうまく伝わってなかったみたいなので、ね、ごめんなさいね、本当に苦労された方がいるみたいなんで分かんなくて、私のねおすすめで買われたですけども、ね、私のこの説明不足はね、私は編集時に、モノラルをステレオに直してます。で、もう一つ方法として、モノラルマイクをステレオに変えるジャックっていうか、ピンジャックっていうんですか、あれは売ってるんで、それを挿して使うっていうのも一つの手です。まあ私とするとめんどくさいんでね、ケーブルがちょっといらなくなくなったりねしちゃう、出っ張りが多くなったりするんで、使わないですけど、そういうのもあるので、ね、そこも覚えておくといいと思います。まあ、基本的に GoPro 9とそれからコペンの相性は最高ですよ。こうやって今乗ってても、ね、いいと思います。あとそれからね、この今かぶってる帽子ですけど、これ折りたたみ式の帽子なんですよ。持ち運びにすごく便利な帽子なんですけど、これ浅いんですよね。オープンの時ちょっと不安でしょうがないですよ。浅い帽子ってどう思います？皆さん、こうかぶった感じの浅い帽子ってなかなか微妙ですよね。こう飛ばされるんじゃないかってね。
ということで、でも気に入ってかぶってます。今日はここまでです。ではでは。いやー気持ちいい。今レンズはねマックスレンズに切り替えました。画角は違うと思います。